みんなのグラブ紹介。どうも、クリンです。今日はですね、みんなのグラブ紹介投手編を開催したいと思います。数年前にやったことがあるんですけども、視聴者様との連動企画で実際に世の中の野球球児が使っているグラブっていうのを募集してクーニー TV で紹介しちゃおうという企画。この動画を通して実際に皆さんがグラブを買う時の参考になればというふうに思っております。今回は投手編、まずはクーニーの持ってる投手用グラブを全部紹介します。前回紹介しました内海哲也選手にもらいましたピッチャー用グラブ、ワールドペガサスの桑田投手モデル、縦閉じのバスケットウェブに憧れたものです。ポケットの部分に玉はみがあるのが特徴なんですけども、これがあることで衝撃に対して皮が切れにくくなるそうです。あとはこちらグローバルエリートの投手用グラブです。こちらはたけしのスポーツ大賞に出演しました上松投手という草野球選手がいるんですけども、その選手がですね、バッターを抑えられなかったらこのグラブあげますという風にね、僕に言ってくれて、実際打たれてもらったものです。ウェブをね、真ん中からこう折ってね、使ってるんですけども、この方が力が入るそうですよ。こちらは僕が YouTube を始める前に買いましたナイキの岩隈選手モデルですね。軟式用のシグネーチャーモデルとなっております。実は動画で紹介しませんでしたが、これの公式用も持っております。岩隈投手が21勝して沢村賞を獲得した記念モデルとなってます。補給面には21勝した記念に21とありますよね。これが実はウェブにも21とあります。沢村賞の刺繍も、中には絆と一文字ありますね。一文字刺繍かっこいいですね。最後にこちらのアンダーマのヌバックタイプ、こちらはですね、サファテ投手のグラブなんですけれども、アンダーマの方にいただきました。 KRFVJP と入ってます。オールスターに使用するように作られたモデルで、ソフトバンクカラーの黄色を基調としつつもですね、このヌバックがかなりかっこいい感じに仕上がっております。身長が大きい選手なので、もっと手口僕ガバガバなるかなと思ったんですけども、かなりね、僕の手にフィットします。で、僕はこうずっぽり履いてますけど、多分サーテ投手とかはもっと手が大きいと思うので、もっとこのぐらい浅く履いてるんじゃないかなと思われますね。ということでクーニンのグラブ紹介は以上です。ここからはですね、視聴者様から募集しましたグラブを紹介していきたいと思います。では早速見ていきましょう。おっ、なんかめっちゃおしゃれだし、グラブめっちゃある。僕の愛用するグラブは福井県敦賀市にあるスポーツ小林さんのオリジナルブランドアストラル K です。アストラル K、 初めて聞きました。福井県にあるスポーツショップのメーカー、特にこだわった点は軽量化です。軽量化、他のメーカーに比べ 30g ほど軽く 530g の設計となっております。 530g ってめっちゃ軽いですよ。内海選手の投手用モデルが 580g でかなり軽いと思ったのに、それでも 50g 軽いんですか。もう一個動画がある。僕は松坂大輔選手の大ファンです。そっか、ここにあるグラブは全部松坂選手が今まで使ってきたグラブ、松坂選手の後を追ってるわけですね。超ファンじゃないですか。今シーズンの松坂選手は9種類のグローブを使ってとても追いかけることができません。しかし追いかけてる、追いかけてる、全然追いかけられてますよ。で、野球に頑張っていきたいです。もう全部グラブかっこいいですけど、やっぱりね、手に持ってる竜が一番目がいきますね。この青とオレンジってなかなかないじゃないですか。もうかっこよすぎてやられちゃう、ほんと。これ同じチームメイトですかね。さっきもバーヤンズってね、タオルかかってましたしね。今シーズン僕が使用するグラブはアストラル K です。アストラル K って流行ってるんですかね、福井で。ブランドロゴなんですけど、ピッチャーのこういうモーションを再現したブランドロゴになってます。そういうことね。ヘリ革はみ出しも他のブランドにはないゴールド、シルバーも選択できます。ウェブなんですけど、僕は福井県のバイアンズというチームに所属しています。チームロゴをレーザー刻印で入れてもらいました。結構綺麗に入ってる。このように自由にオーダーができるようになってます。僕たちの後輩敦賀気比高校の選手の皆さんもアストラル K を使って甲子園を目指して頑張ってます。そうなんですね。敦賀気比高校のメンバーは結構これ使ってるんですね。何やら情報を見ると、この動画に出演されてる方もですね、元甲子園球児ということで。
いや伝わったわ、アスタラル系の魅力めっちゃ欲しくなったわ。その不正求人がやってほしいことというか全部このグラブ詰まってますね。そさっき言ったはみ出しとかヘリカーを金にするとか、あとは自分たちのチームのロゴっていうのを刻印するとかね、他にはなかなかできないサービスと、あとは品質の良さと軽さなんでしょうね。いやちょっとマジでアストラル系欲しいちょっと後で電話してみようかな、マジで欲しいわこれ。さあ続いて、すでにもうクーニーポーズしてますね。どうも K です。今中学校の軟式野球部に所属しています。そんな僕が使っているグラブはこのローリングスのオールラウンダー用グローブです。おお渋い。このグローブは2018年に父から譲り受けたものなんですけど、父から壊れることもなくかなり使いやすいです。普通のピッチャー用よりもでかいので、ほんとピッチャー返しが来た時、ほんと取れるか取れないかっていう時でも取れるようになってます。なるほど。ローリングスは本当に使いやすいので皆さんぜひ使ってみてください。これ結構レアなローリングスですね。あのアシックスローリングス時代のものですね。ローリングスジャパン合同会社という会社ができる前はですね、アシックスがローリングスのグラブっていうのを扱ってたんですけども、その時のモデルでグラブの革って昔の方がですね、その舐めし方とかが今とちょっと違うくていいっていう噂があるんですけども、すっごいツヤツヤ、何年も使ってるのにこのツヤって今のグラブ出るのかな、すごいいいね。さあ続いてはこれはもう、トミーくんじゃないですか。世田谷西でジャイアンツカップ全国制覇した時のキャプテンなんですけども、そんな彼がですね、応募してきてますよ。クーニーさん、こんにちは。今回、クーニーさんのストーリーを見て、自分のグローブを紹介していただきたいなと思い、動画を撮らせていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。今回紹介するグローブは、こちらの水のプロオーダーのピッチャー用になります。おー、水のプロオーダー。2017年のリトルリーグの全国大会前に、オーダーして、その後日本一、世界一になることができました。世界大会ではピッチャーでベストナインにも選んでもらいました。そして、中学3年生最後の夏ジャイアンツカップでも準決勝に、最後抑えで登板することができました。フィールディングの面でも、ピッチャーゴロの面でも、すごく取りやすいグローブになってます。高校ではさらに活躍できるように頑張りたいと思ってます。いやー、なんとトミーくんはですね、あの北砂リトル時代はですね、なんとリトルリーグ世界一にも輝いてるんですけども、そのリトルリーグ世界一の大会前にオーダーしたグラブということで、長く使ってるんですね。世界一にもなったし日本一にもなったっていうグラブをずっと愛用してたと。レグのところちょっと曲げてるのがね、個性ありましたね。さあ次行きましょうか見たことある、クーニンズだよ、クーニンズ。浦野でしょ、これ。どうも、浦野と申します。知ってるわ。年齢は24歳で、現在は草野球チームのクーニンズで活動させていただきます。9ね。今日は僕のグラブの紹介ということで、今使用しているグラブは、水野プロのオーダーのグラブになります。おー、ツヤツヤ。こちらは大学の3年時にオーダーしたグローブになりまして、水野さんは高校3年時の甲子園出場した時から使用させていただいてます。甲子園の時から使ってるんですね。水野さんの特徴としましては、革の質感といいますかツヤ感がすごく好きで、ずっと愛用させていただいてます。あともう一つ特徴としましては、少し縦型で掴みやすくするのが僕の肩の特徴になってます。ポケットも結構深そうだ。あと気に入ってるポイントは、こちらの防寒スタイルがすごく気に入ってます。あと今年はちょっと小指2本にも挑戦するつもりです。以上、僕のグラブの紹介でした。ピッチャーでウォーカーモデルってやっぱかっこいいんでしょうね。結構ね、浦野以外にも上松くんのグラブも王冠ですし、デザイン的にも王冠はかっこいいし、かつ力がこうね、握り込むようなタイプの方には込めやすいのかもしれないですね。効果効果でね、結構ピッチャーいろんな力の入れ方あるみたいですね。さあ続いていきましょう。知り合いではなさそうですね。見てみましょう。こんにちは、名古屋軟式野球連盟東海支部というところに所属しているブーヤンズというチームでプレーしています。今年で50歳です。50歳、僕のグラブを紹介させてください。2年半前に、東京のレースマンさんが、はい、お店の40周年記念で、お水野、
発売された、ミズノの復刻グラブ、赤カップのタイプですね、小林茂モデルになります。このグローブの一番の特徴は、この閉じ方、縦閉じでも横閉じでもないこの閉じ方ですね。なんて閉じ方、これすごい、もうなんか笑うセールスマンみたいなイメージですね。強くグッと握っても、型崩れを本当しにくい、とてもいい感じに仕上がってます。今年は自分のラッキーカラーがゴールドなんで、紐をゴールドに交換してみました。これゴールドなんだ。どうでしょうか。めっちゃかっこいいです。ヘリカワとかね、はみ出しが金って見たことあるんですけども、ウェブの紐が金ってあんま見たことないですよね。てか売ってるんですね。つぼいスポーツという僕が昔紹介しました愛知県のお店で注文したみたいで、かなり安いんですよ。10本注文したみたいなんですけども、それでもね、今この表示されてる価格、ちょっとやってみたいですね、これは。さあ続いてだから知り合いじゃん。こんにちは、僕は徳島県の徳島インディゴソックスというチームでプレーさせてもらってます。知ってるわ、名前は矢内翔太です。知ってる知ってる、今回僕が紹介したいグローブはこちら、うちのタイガー。この子をね、3ヶ月ぐらい寝かせてもらって、まあ、出来上がったものがこちらになります。ミツワタイガーなわけねえだろな。この色なんですけども、このライムイエローといって、まあ、他のメーカーさんでもライムイエローってあると思うんですけども、この色はもうミツワタイガーさんでしか出せない色となっております。大阪府の堺市の工場で職人さんがこの一手間一手間、誠心誠意、全身全霊、春夏秋冬、愛情を込めて作ってくださってます長いな。でこの長いな、まあ、国内産なんでアピールがすごいな。すごく皮も良くていいグローブになってるんで、なんて言っても僕は大好きだ最後モノマネで、なんか最後ちょっとグダグダになりかけたからモノマネで逃げましたね。皮が結構厚いんで、パッチリしたいことがね、特にいいかもしれませんよ。ただむっちゃ硬いわけでもないので、こう力を入れるときにちょうどいい硬さだと思います。以上、みんなのグラブ紹介投手編でした。皆さんいかがでしたでしょうか。自分がグラブを買う時の参考になりましたでしょうか。この企画好評でしたら、内野手編、そしてキャッチャー編、外野手編なんかもしていきたいと思いますので、面白かった場合は高評価、そしてですね、コメントよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛けた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。